どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。この動画はバレンタインイベント解説パート2となっております。もしパート1見てない人はね、必ずパート1からチェックしてください。じゃあパート2見ていきましょう。もうすでに秘密属性はねパート1でチェックしてますんで、パート2は貴属性からチェックしていきます。はい、まずはアスタロトからです。はい、こんな感じ、超つなげ師が増えて10強の超学生10強です。まあ10コンボ入れれたら結構強いかなぐらいの感じだわね。スキルは6解除に火お邪魔毒爆弾を木に変化、全ドロ強1ターン指回復 1.5 倍が4ターンスキルです。リーダースキルは木光通しでダメージを半減、攻撃 3.5 倍2コンボ加算、ドロップ焦げしてダメージ半減、攻撃力6倍って感じになってます。まあ、半減っていうね最近流行りのキャラですね。で攻撃21倍2コンボ加算も持ってくれてます。これがアスタロトです。で武器 LGLG 毒耐性2つ、機動力4つです。まあスキルも同じく強化もらってます。はい、でシーンです。スキルが円幅倍率上がって8ターンスキルに、短く打てるようになっております。これも超つなげし10強10強か、すごいね。武器、指機動力4つ、バインド攻撃キラー持ってくれてます。はい、キラーが1個増えました。メイメイ泥強が全部ドロ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 って感じになって強くなってます。終わりです。メイメイ武器泥強が強くなってます。終わりです。毒耐性1個増えてるね。終わりですって感じでした。はい、まあ、貴属性はまあそんな別に強いキャラはいないかな。うん、まあ、CT ならシーンがちょっと火力上がってね、超つなげし10強10強になってるとか、アスタロとか超つなげし10強10強になってるとか、それぐらいですけど、まあ、別にそんなめっちゃ使うわけでもないしね。うん、っていう感じですかね。まあ、一応アスタロと4体入れてループしたらちょっと使えるかもぐらいですかね。まあ、使わないでしょう。いいと思います。省略して。はい。続きまして、クシナダ姫。こいつなんだかんだめっちゃ使われてるよな。クシナダ姫、あの武器ね。まあ、第一キャラから見ていきましょう。超つなげし増えました。回復努力4つまとまってチーム HP になってます。はい。で、超覚醒超つなげしあるんで、一応144倍は出るようになりました。スキルも2ターンダブル吸収無効になって、ちょっと強くなってます。リーダースキル地味に全パラ3倍軽減や。ちょっと強くなんでやめろや。クシナダ姫ドット進化です。スキルが激減、助っ人攻撃3倍6解除、左足を光に、右足を木に変化になってます。リーダースキルは落ちこなし、ドット進化のみで注目を組むと HP 4.5 倍、光機の同時で攻撃24倍、固定100万ダメージです。さあ、クシナダ姫武器、おわ強っ、チーム HP チーム回復、暗闇プラスお邪魔耐性です。スキルは2ターンダメージ激減2コンボ加算、2ターンダブル吸収無効12ターンです。お前強いな、この武器一番の当たりだろ、既存キャラで。これめっちゃいいっすね。これ持っておけるとすごい強い。さあ続きまして、ヴィーナスです。お!すげえ!暖房3つ持ちになってる!それありがたいね、めっちゃ。すげえ。ヴィーナス普通に覚醒に暖房2個ついて、超覚醒暖房つけれるようになりました。もちろんカミラの暖房4つには叶いませんが、暖房3つ持ち運用ができて、まあ、スキルターンは10ターンと重いし、スキルも2個しかありませんが、まあ、一応暖房3つ持ち運用ができるようになっております。はい。で、ヴィーナスの武器です。封印毒耐性4つ、光泥鏡プラススキブ持ちになりました。いいね、ヴィーナスも暖房3つ持ちで。アストレアです。こちらスキブ、雲、操作負荷、無股間3つ、7強超つなげし2つ、超惑星超つなげしはつかんか、超惑星無股間スキブ枝豆です。無股間つけたらまあサフィーラ運用だし、超つなげしだったらまあなんだろう、ちょっと難しいな。スキルは1ターン火が消せなくなる、回復が2倍、6解除、光闇回復3個ずつ生成が3ターンです。リーダースキル光闇同時ダメージ半減、3コンボ加算、固定1ダメージ、光の HP2 倍、攻撃22倍になってます。アストレア武器です。特耐性プラス枝豆、回復強化って感じです。もう1個チーム HP2 つ、チーム回復お邪魔2つにバインドプラス持ちです。相変わらず武器強いな、バインド耐性もつくんだ。これがアストレアです。さあ続いて昨夜です。昨夜は泥鏡がすべてドロ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 してるようになりました。すげえな、火水木光泥鏡プラスっておもろ。スキブ指10強 L 字2つです。スキルも6ターンに短縮されてます。こっちの昨夜も同じくドロ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 してます。でスキブ4つ持ちです。はい、いいですね。これが昨夜です。武器 L 字泥鏡4つ、すごくね、泥鏡プラス4つだよ。で指延長プラスです。これなんならワンチャン使えそうなんだけど、普通に火ドロキョウプラス、水ドロキョウプラス、木ドロキョウプラス、光ドロキョウプラスでしょ。これなんなら強くね、普通に今までって6ドロキョウとかだよね。火、水、木、光、闇、回復ドロキョウとかだけど、これドロキョウ8個だもんね。めっちゃおもろくね。これが昨夜武器。こっちは火コンボ強化、光コンボ強化、ドロキョウ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 が全部プラスです。昨夜武器なんかおもろそう。もっと期待ね。エラソエル10強増えて10強10強、神赤マキラになってます。はい。エラソエル武器、光ドロキョウ4つにチーム回復2つ持ちです。
バレンタインチョコ回復ドロキョ丸部 HP 回復強化になってます。スキルが倍の覚醒無効全回復 HP50% 回復6回以上回復生成かで、ピクシーです。強いロック持ちになってちょっと強くなっております。はい、スキルは12ターンで激減2コンボ化32ターンダブル吸収無効か。なるほどね。はい、という感じが光属性でした。さあ続きまして闇、闇ってバレンタインネイがいるの。闇です。こちらバインドスキブプラス封印2で4つ7強2つ無効感ドラゴンキラーです。消すねバインド覚醒無効全回復6回以上光闇回復3個生成、ごめんなさい、光闇回復3色陣が8ターンです。リーダースキル指5秒延長、闇光同時 72% 軽減、攻撃4倍固定1ダメージ、ドラゴンの攻撃が6倍って感じになってます。はい、小学生10強で10強7強7強無効感ドラゴンキラー結構強いね。で武器バインドチーム HP2 つ回復ドロキョバインド回復2つ持ちです。まあ強くはなってるね。でも思ったよりって感じではあるけど、まあ、メイとかもな昔のキャラではあるからな、まあ仕方ないんだけどね。ちょっとまあなんかね復活してほしい気持ちもありつつ、まあ、でも10強7強7強ドラゴンキラー 2way 4つか、回収パーティーとかだったら全然使えるかもね。吐くドロキョドロキョドロキョになってます。スキル6ターンになりました。吐く武器 L 字ドロキョ6個お邪魔2つです。はい、で、タマドラチョコレートムース、スキブ、進化用キラー、売却用キラー、回復強化でスキル、HP 全回復1ターンチェーンです。バレンタインチョコ、毒耐性3つ、闇ドラ4つにチーム HP に回復強化持ちで、スキルは1ターンスキル使用負荷、3コンボ加算ダメージ半減、ランダムで回復毒3個ずつ生成が4ターンです。ラスト星さん、スウェイ6個になって神キラーついてます。という感じが、闇属性でした。ラスト無属性、ポンノです。ポンノだけだろ、無属性は。変身後バインド封印指枝豆10強2つ闇コンボ強化3つです。でスキルは 3ターンで HP10% 回復6解除で闇を6個回復3個生成1ターン自分の上限値7上限が3ターンです。リーダースキル闇全パラ 2.8 倍指2秒延長、闇2コンボダメージ軽減攻撃8倍3コンボ加算です。武器封印チーム HP チーム回復枝豆闇列2つで2ターン変質武器って感じになってます。はいという感じがねバレンタインイベントでした。金光闇あのキャラ少なくねあれこんな少なかったっけ。わざわざ俺パート2に分けたんだけど想像以上に金光闇いなかったんだけど、こんなもん。あ、一応でも全キャラ強化入ってんのか。そっか、非属性がめちゃくちゃ多いんだね。バレンタインってキャラそんな多くないんだ、それが意外だわ。はい、という感じでした。もうバレンタインとかさっさと季節系リニューアルしてほしいわマジで。この星5キャラとかほんと廃止して早く、この闇ガチャいいってマジでっていう感じでした。はい、まあという感じがねバレンタインイベントの既存キャラ解説となってます。はい、であとなんかイベントちょっと確認しておきたいんだけど、まずバレンタインガチャ3連をもらえたりとか、殺し雨では非ダメージ軽減や潜在玉だら遅延耐性が落ちるらしい。よくね普通に。バレンタインイベントモンスターリーダー必須なんだけど、武器がこれ、チーム HP2 つ1ターン変質を HP 満タンじゃ8ターンダメージ軽減8ターン。お前クソ強いやん武器これ、何これ、めちゃくちゃ強いやんこの武器、やば強いよこれ、めっちゃいいね。向こうの武器チーム回復3つ HP20 倍化で使用可能2ターンダブル吸収向こうが8ターン、めちゃくちゃ強いやんこれ、ゲットしなきゃ損、やばという感じでした。まあなんかめちゃめちゃ強いねバレンタイン、なんなら無課金キャラが一番強いまであるんだけども、まあ今日の動画はねこの辺りで終わりになります。まあまたね強化されたキャラたちはね、この後使っていければなと思いますので、また動画で紹介していこうと思いますので、ぜひよかったらチェックしていただければなと思います。ということでチャンネル登録高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。